ディザイアは、鈴木の子会社である、マルチ鈴木インディアが、インド市場で生産、販売する、小型セダン。投稿では、前身である、スイフトディザイアについても併記する。初代スイフトディザイア2代目、スイフトディザイアフロント2代目、スイフトディザイアリア3代目ディザイアフロント3代目、ディザイアリア2008年3月に、2代目スイフトを、ベースとした、スイフトディザイアを発売。 スイフトをベースに全長を 4160mm まで引き伸ばし、トランクスペースを確保したモデルとして登場。エンジンは1.3リットルガソリン、計13バイトと1.3リットルディーゼルを用意。2012年2月、3代目スイフトをベースとした2代目に移行。2代目は税制面を考慮し、リアデッキを切り詰めたスタイルへと変更されたことで、 全長が先代の 4160mm から 3995mm に短縮された。エンジンはハッチバック同様1.2リットルガソリンと1.3リットルディーゼルの2種類で、トランスミッションは 5MT の他に、ガソリン車には 4AT もラインナップされた。2代目登場後も初代はディザイアツアーとして内外装を簡略化した上で、タクシー向けに継続販売されていた。 2017年5月、3代目を発表。世代交代を機に、社名をディ s ア r に変更し、スイフトから独立させた。プラットフォームを4代目スイフトと共通のハーテクトに刷新したことで、軽量、高剛性のボディを実現。優れた走行性能と低燃費を高いレベルで両立させると、共に今後、インド国内で導入される新法規にも適合させている。 また、エクステリアについても、初代、二代目とは異なり、A ピラーから、後ろほぼすべてを、デザイア専用設計としたことで、流霊なデザインと高い乗降性を実現させると、同時に、空間効率も向上させている。全生面に配慮し、全長は仙台に引き続いて 3995mm と、することで、4m 以内に収められている。 エンジンは1.2リットルガソリンの K12 倍と1.3リットルディーゼルの D13A の2種を用意し、トランスミッションはどちらのエンジンも5速 MT と5速 AGS から選択可能である。なお、3代目登場後も2代目はツアー S として内外装を簡略化した上で法人向けに継続販売されている。ありがとうございます。